こんにちは、まゆみです。私は今、山梨県甲州市の上氷川峠に来ています。今日はここから、百名山の大菩薩嶺に登りたいと思います。この山は、初心者でも登れる山として、すごく有名なんですよね。で、今回は、唐松尾根を経由して、時計回りで、ここに戻ってくるという周回コースで歩きたいと思います。それでは、行ってきまーす。Give you the shirt off my back if you ask me. Spend every penny that I have to make you happy. What's mine is yours. That's what I'm here for. If you ever need someone, someone who really cares, I'll be up before the sun.今日はこちらの唐松尾根から歩きます。山頂まで約1時間ちょっとぐらいです。If you need a little light in your life, just say so.I'll hang a star in the sky out your window. 今ちょうど半分ぐらいのところなんですけど、だいぶね、登りが急になってきました。あと半分ぐらいです。あそこが稜線かなと思います。あ、富士山、すごい。富士山と大菩薩光がすごい綺麗です。雷岩に到着しました。眺めがいい。大菩薩嶺山頂到着です。はい、大菩薩嶺の山頂に到着したんですけど、あそこは木に覆われて視界がないので、雷岩の方に戻って、で、西の河原の方面で山ご飯を作りたいと思います。雷岩まで戻ってきました。
歳の河原に到着しました。親知らずの頭到着しました。あそこでお昼を食べようかなって思います。はい、親知らずの頭に着きました。でここでちょっと山ご飯タイムにしようと思います。あ、潰れてる潰れてるけどホットサンドを作ります。挟むか心配になってきた。チーズ、あ、マスタード乗せてない。いい感じ。はい、いただきます。キャロットラペの酸味とマスタードが効いてますね。アボカドもチキンも結構ボリューミーなんですけど、はあ、満腹感のあるサンドイッチ。ごちそうさまでした。階段層が見えてきました。はい、では下山します。ここから林道になります。福ちゃん沢に下山しました。はい、海山沢からあっという間に福ちゃん沢に戻ってきました。あとは30分で駐車場に着きます。あともうちょっとです。Thank you.
はい、無事下山しました。はい、大菩薩嶺初めて登ったんですけど、とてもいい山でした。ちょっとね、残念ながら富士山は霞んでしまって見えなかったんですけど、やっぱり稜線がとっても美しいですね。あとね、山ご飯もすっごく美味しかったです。あの景色を見ながら食べる山ご飯は本当に最高でした。で、ここは金松尾根はちょっと急登なところはあったんですけど、とても登りやすくてすごくいい山だなと思います。ぜひね、山登りを始めたいっていう方を連れてここに来るのもいいのかもしれません。はい、で、実はですね、今回だからルミックスの撮影でやってきました。あの、実際私がどんな風に撮影をしているか、私の愛用のカメラ、このルミックス G100 の熱い思いをインタビューで答えております。そちらもぜひ合わせてご覧いただけたら嬉しいです。そして今回一緒に行ってくださったスタッフをご紹介します。ディレクターのユイン徳川さん、カメラマンの照山さん、企画コーディネーターのだるまさんです。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんぜひだからルミックス見てくださいね。はい、ということで今回は大菩薩嶺の様子をお届けしました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ユイス、お疲れ様です。ユイス、お疲れ様でした。お疲れ様でした。